明日はツアー香川びっくりマーク。絵文字何にしようかな。あかりんさんの出身地だから猫にしよう。猫いっぱいつけとこ。猫、猫いっぱいつけました。こんばんは。わたけさん、バラありがとう。陣内さん、お疲れありがとう。たかさん、たかしんさん、じーつーさん、だるま、ありがとう。おみかんさん、お疲れ。ふくちゃん、お疲れ。テキサスのロンスターさん、バラ。かずのしんさん、カーネーション、ありがとう。アイスレモンさん、バラありがとう。サッタン、お断りです。ゼータン、お断りです。ふくちゃん、だるま、ありがとう。トールさん、お疲れ。わわうさん、お疲れ。さとこさん、ハート。ふくちゃん、タコ。中田さん、カーネーションありがとう。あきもさん、あ、これもカーネーションだ。赤カーネーション、なんてギフト名なんだ。しゅんぼうさん、スカイホエルさん、ありがとう。ひりやすみさん、バラありがとう。ひげめがねさん、お疲れ。大吉さん、かわいい、ありがとう。石川先輩、こうさん、かわいい、ありがとう。千穂さらぴ、大好きボーイさん、ハート、ありがとう。アルテミスさん、だるま。さよっちょさん、ありがとう。カーネーション、ありがとう。なんてギフト名ですか。ありがとうございます。新しいギフトですか、もしかして。ありがとう、カーネーション。なんかそんな手遅れ交渉みたいな名前じゃない気がする。正式名称を調べます。なんて名前なの。どこ見たらいいの？お知らせ？ボン。どこなの？わからん。見つけられなかった。ね、載ってないかも。載ってなかったかもです。ありがとうございます。さかのぼりさかのぼり。おみかんさん、かめさん、スプマンテさん、ありがとう。陣内さん、ありがとう。石川先輩、尊い、ありがとう。いっくん、レインボースター、こうさん、お断りです。さわっちょさん、ぜーたん、ありがとう。しおなさん、かわいい、ありがとう。あるさん、だるま、ありがとう。ぜーたん、みきやくん、たかしんさん、かわどりさん、ありがとう。かずのしんさん、わ、なんか花束もある。花束カーネーション、ありがとう。ジャーパングさん、タカじゃない、タコ、ありがとう。レネさん、ハート、ありがとう。右田ピッポさん、だるま。カズヤさん、ありがとう。カーネーション、ありがとう。マルさん、ありがとう。カジノフォンテンさん、お断りです。森健銀河さん、コウさん、ありがとうございます。極楽さん、かわいい、ありがとうございます。ダーソクさん、シソンノーローさん、いっくん、ひろさん、かずのしんさん、ありがとう。たんたん、まくーるさん、だるま、ゆすりざるさん、ハート。マリオ2さん、ハート。いっくん、ひろさん、ちほさらぴ、大好きボーイさん、紅茶、ありがとう。石川先輩、お断りです。大吉さん、カーネーション。ひろちさん、カーネーション。岡島さん、カーネーション。なるしさん、紅茶。スカイホエールさん、レインボースター、ありがとう。ヒゲメガネさん、コナンさん、ジーツーさん、ありがとう。黒さん、お疲れ、ありがとう。ミッチ、お断りです。あ、ポン酢見せびらかしてほしい。ポン酢を買いましたよ、みんな。ポン酢を買った報告する、よくわからんアイドル。ポン酢ね、1週間以上買うの忘れてて、じゃーん、ミツカン味ポンです。無事にレッスン終わりに購入いたしました。すっごい反射しています。じゃーん、買えました、やったね。でもまだね、古いやつっていうか、ずっと使ってるやつが、あと
あとこんぐらいはあるんですよ。だからまだ大丈夫でした。まだ使わない。え、なんか濡れてた、こぼれてる。これ大好き、ね、美味しい。いろんなポン酢を食べ比べしたいという願望もあるのですが、なぜかいつも手に取ってしまうのは味ポンです。白熊さん、お断りです。ポン酢はさっき夜ご飯でタコ食べました。タコのブロックを丸かじりするときにポン酢とお酢をかけます。それとかお寿司、お家でお寿司食べるときとかお刺身食べるときとかポン酢。浜口醤油さん、行ったことあるよ。あの江田島のときに浜口醤油さんにいただいたあのやつも使ったことあります。もう2年前。レンさんハート、コウジさんハート、サンちゃんだよだるま、カワちゃんタコ、イモケンピさん紅茶、シロクマさんお断りです、おっさんハート、ヤマさんありがとうカーネーション、クワドリさんカーネーション、コウジさんだるまありがとうございます、ミツさんだるまありがとうございます、こんばんは。あ、餃子もポン酢です。ポン酢とお酢です。ソイカラさん、コウさん、リームーさん、ハート、ハリーさん、ダルマ、ありがとう。ミツさん、アイスありがとう。メロンのあそこさん、お断りです。ミツカン、ポン酢、1964年生まれ。え、何歳？私が1997生まれってことは、私より33歳上ってこと？私より33上ってことは、今年で私27だから60歳、今年60周年ですか、この子60歳なの。あら、わお、わおわお、60歳だってすごっ。ずっと愛されてるやん、あなた。そんなあるんだね。パッケージもどんどん変わったりしてんのかな。昔瓶でしたよね、プラスチック変わったのかね。なんかめっちゃさ、リングライトめちゃめちゃ反射している。恥ずかしいね、反射しまくりですね。もう何でも見える、今は自分の顔が見えるもん、ポン酢で。やっぱ瓶だったよね、私が STU 入る前とか瓶だった。うん、飲んでみる、これをこれをですか。ちょっと喉が渇きそうです。今プラスチックの気がする。うん、プラって、あ、違う、ペットだって。ペット、あのこのボトル部分はペットで、ここはプラって、キャップはプラって書いとる。リサイクルできるようになって、おお、 SDGs やな、 SDGs。 私はリンゴ酢を使っています。お酢は前まではあのー、違う普通のお酢とかお米のお酢とか使っとったんだけど、今はリンゴ酢、リンゴ酢派です。なんか体にいいみたいな聞いてリンゴ酢にしました。話し会申し込まなきゃ。待てるよ。大阪は12月の一番最後なのに、もうサイン会が完売してて本当にびっくり。昨日のショールームで話したけど本当に驚きです。うわー、ツーショット会残りわずかみたいなので、ぜひお話の方も新衣装めちゃめちゃキャワキャワなので、ぜひお待ちしております。そう、サインは売り切れちゃったんですけど、なんと今ならば、なんとなんと
チェキサイン会が申し込みできます。12日の日曜日までです。あと2日です。あと2日申し込みができちゃう。わお、なんとびっくり。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ジロくん、バラ、ヒロさん、ジロくん、カーネーション。ジロくん、お断りです。メタボさん、音符、レネさん、カーネーション。メタボさん、ペンライト。コンチョウさん、ダルマ。BD マンさん、ハート。エリオさん、ダルマ。ミスターさん、103さん。カーネーション。ヒゲメガネさん、タコ。コウさん、ありがとう、カーネーション。マコピーさん、ハート。ゴールデンハート。クヨさん、カーネーション。アルさん、ハートありがとう。ヒゲメガネさん、アイスありがとう。メタボさん、かわいいありがとう。コウさん、ハート。コジアスさん、お断りです。クロさん、ダルマありがとう。こんばんは。明日は香川に行くんですよ、ツアーで。だから髪型はちょっとあれにしようかなと思っています。私いつもあのメンバーを見て、あ、この髪型しようと思ったけどこの子がやってるからちょっと違うのにしようって思うんだけどね。ちょっと明日はもう何人もさ、16人いても被るのに、16人以上いたらもう絶対被るじゃないですか。だからもう何、このメンバーがしてるから一生できない気がしたから、明日は自分の意思を貫くの頑張るぞっていう日にします。自分の意思貫き通すぞって日にしようと思います。はい、できるかな。できない気がするな。ねえ、楓さん、カーネーション、みつるん、いいね、ありがとう。藤岡猫にあさん、ハート。ブンさん、カーネーションありがとう、ありがとうございます。いいね、いいね。アンバさん、いいね、ありがとう。高評価、チャンネル登録。アカリンさんと、アカリンさんと結構私髪型かぶりがちです。ポニーテールとか、多分好きな髪型が似てるのかな。去年は網垂らし、なんか太いさ、三つ編みをこうやって垂らしてるやつ、片方に。あれも私はあかりんさんの見ていいなと思って、あかりんさんの写真をメイクさんに見せてやってもらったんですけど、ポニーテールもあの噴水ポニーしてるじゃないですか、あかりんさん。こうやってファンって噴水のポニー、あれも私好きだし、そう、ポニーで、ポニーはしたしない、ポニーはしなくて、明日は最近してなかった髪型にしようかなって思うよ。確かに明日配信ない、でも配信はないけどカメコがあります。なのであの激ヤバ髪型のメンバーはいない気がします。そう、配信ない時メンバーなんか変な髪型にしがちなんですよ。挑戦しがちというか、うん、去年私は東京公演の時かなんかに、私はツインテール、ここでツインテールをしたんですよ。でそれも配信がないから残らないだろうと思ってたけど、普通に亀子さん席でそう写真撮っていただいてて、こんぐらいのツインしたんですけど、明日はツインはちょっとしない。どうしようかな、意思を通せるかな。クロさん、ハートありがとう。明日はお出迎えもありますので、前回の初日は3期生のお出迎えだったんですよ。でも今回の香川愛媛はあの正規メンバーのお出迎えもありますので、私は明日の夜公演担当です。よろしくお願いします。夜公演パセリおります。もしかすると今後の広島、山口、岡山、徳島もいるかもいないかもです。パセリはどこに来るかはちょっと内緒です。よろしくお願いします。だからもうあのお出迎えの時に
あのヤッホーって遅刻しないように来てください、ちゃんと来たよって言って来てください、よろしくお願いします。でもしかすると昼公演と夜公演があるから明日2公演初めてなんですね。でお出迎えが私夜担当なんだけど、昼公演で汗かきすぎてもうメイク直しの時間なさすぎて汗だくでお出迎え行って、お出迎え終わった後直す時間なさすぎて汗だくで夜公演始まる可能性があるんじゃないかと思ってちょっと怯えています。私の汗を舐めたらいけません、激ヤバだから。最近はあの顔をなるべく汗かかないように粉とかをつけてるんだけど、それでも吹き出してくる、吹き出す汗です。濡れてくっついた。パちゃんの魅力にポチャンとハマりました。わあ、なんかうまい、うまいようでうまくないようでうまいようなことを言っている、ハマってしまったのですね。明日の香川は26度。え、そんな暑いの？嘘、見てなかったよ天気予報。嘘、26度なの？わあ。そっか、広島の天気見とった私。そうじゃん、香川じゃん。広島より暑いんですね香川。どうしたらいいの服は。今日はこれ、今日半袖です。しかも長めの、じゃん、これ PR 舞台のレッスン期間によく着ていた、もう2年ぐらい着てるアイスです。ブルーシールアイスの T シャツ、じゃんじゃんじゃん。そう、ミルクフェド、リオツがよく着てますよね、ミルクフェド。そう、これを着てるとなんか明るい気持ちになります。なんか黒いレッスン着の時ってなんかどんよりするんですよ。だから白とか明るい色味を着てると気持ちもなんか明るくなる気がして、よくねこれは着ております。でも黒を着たい日もあります。黒も着てる、昨日は黒でした。ストーンブックさん、ハートありがとう。マコバヤさん、アイスありがとう。カズノシンさん、かわいいありがとう。佐藤健さん、かわいいありがとう。メタボさん、ハート音符ありがとう。カズキさん、だるま。フレーベさん、だるま。テトリスファイブさん、だるま。クロさん、ケンボウさん、ハート。ベレッタさん、これはカーネーション。山猫坊主さん、カーネーション。コウさん、ハートありがとう。フックさん、ありがとう。カーネーション、山猫坊主さん、レインボースターもありがとう。ユーピョン、かわいいありがとう。トシヤさん、バラありがとう。ヒゲメガネさん、ラブレターありがとう。佐藤健さん、かわいいありがとう。おっさん、つがさん、だるまありがとう。ありがとうございます。黒、黒、黒。明日何着ていこう。26度ってどんな服で行ったらいいんですか。26度、でも26度で外が暑いってことは楽屋が空調を効いて寒い可能性があるということは、カーディガンを、カーディガンかパーカー、こういう前開きのパーカーとかをこう羽織った方がいい気もする。ね、そうしようかいね。2日間あるしね。そうしましょうか。メタボさん、ペンライトありがとう。正解。おお。正解。未来から来てくれた。クロさん、バラ。シオナさん、カーネーション。ユウナギさん、ダルマありがとう。わあ、荷造りしなきゃいけない。荷造りしてない。荷造り、あの酔い止めを忘れずに持っていくこと。私昨日ね、昨日、おととい、
ことと酔い止め2個消費しちゃったから、ちょっと酔い止め在庫があるかしら、ちょっと見なきゃ。酔い止めちゃん、じゃあ私のお薬ケースです。ワイのお薬ケース、これです。もう閉まりません、閉まらないぐらいあります。お薬、あ、ありました。酔い止め、酔い止め大事、これ忘れずに持っていくこと。あとは移動のための濡れマスクも持っていっとこう。濡れマスク大事、濡れマスク。あとはムヒはまだいらないよね。え、濡れマスクなんか2種類ある、どうしよう。ん、何が違うの。あ、就寝用と昼夜兼用タイプ。昼夜兼用でいいと思う。ピンク可愛いけどこっちの方が強いんかな。移動中爆睡するならこっちがいいのかな。どうしたらいいかな。爆睡するかな。じゃあピンクも持っていっとこう。1枚ずつ持っていっとこう。これは4つも入ってる、小分けにしましょう。あとで、あとは、大量の魚の目のテープが出てきた。うわぁ、なんかね、半年ぐらい前に魚の目っぽいのができたんですよ。で、もうどうしたらいいか分かんなかったから、薬局でね、あの、とりあえずの、なんていうの、対処級、なんていうんですか、突然の対処法みたいな感じで、病院行くまでの間、買ったんだけどさ、もう普段できなさすぎて使わないから、ちょっと視聴者プレゼントしたい。あ、応急処置、それだね。応急処置のために買ったけど、こんないらんよ。 1,2,3,4,5,10個あるから、10人の方に魚の目の絆創膏をプレゼントします。いつか。いりませんって言われた。どうしてですか。魚の目、最近 TikTok で魚の目動画流れてくるんだよね。もうなんか前まで耳掃除って言ってたじゃないですか。最近魚の目なの。魚の目を削る動画が出てくるんですよ。見ちゃうんだよね、見てしまうんだよね。投げるボールに貼り付ければプレゼントできる。最悪じゃない。え、サインボールにこれ。その発想はなかった。おもろ、おもろすぎる。でも使えないじゃん。使えんやん。トニーさん花束、ハヤトさんハート、ナルセさんカーネーション、シオナさんカーネーション、クロさんバラ、ありがとうございます。もうお薬ボックスがいっぱいだ。無比、これは期限は2026年1月。なんかおばあちゃん家にある系の無比。無比は大事です。この家はいっぱい蚊が出るので。もうそろそろカメムシの時期が来るからさ、怖いですね。あのメンバーに呼び出しされるのが家に出ることも怖いけど、メンバーからの呼び出しで、あの夜とかに退治しに行くのはちょっと怖いですね。ね、この前もうすでにね、呼び出しがありました。もうすでにありました。パセー見張っといて、あの、見張りました。やばいよ本当に。カメムシもうちょっとさ、ゆっくり過ごしたらいいのに、活発だからね。いや多いよ、毎年なんか多い。酔い止め収納、おお、収納がコンパクトになった。あれ、こんなもん、普
蓋が閉まるようになりました。やったね。これパセリンちの薬ボックス100均です。カヤムシにはミントが効きます。本当？ミントシュッとかしたらいいのかな。ミントを植えるってこと？植えたらいいの？ガム噛んでちゃダメですか？ミントガムをカメムシの近くで噛んでみたらどうなるか。誰かやってくれんかな、 YouTuber さんとか。ミントの効果はあるのか。ミントコーヒーも効くの？じゃあコーヒーのあの取った後のやつとか。コーヒーのさ、なんていうっけあれ、なんていうんですか、もう抽出した後のやつ、あれって消臭効果あるの？消臭効果ある。出がらしっていうの、あれ消臭効果あり？カエムシも撃退してくれるの？最高じゃん。ミヤヒーさん、バラありがとう。あ、間違った、カーネーションありがとう。スプレー打てたよ、ウォンツに。ウォンツ、トーチ法ウォンツ情報ありがとうございます。ウォンツ、この前マヒナさんか誰かさ、ウォンツの店内で流れてたみたいな動画上げてた。 STU の曲が流れてたみたいな、上げてませんでした？阿部寛さん、守りたいこの笑顔、ありがとう、ありがとう。今ちょっとブチャイクだった。ケンケンハートありがとう。私が広島に来て、広島に引っ越してくる時と広島で物件を探しに来た時に一番びっくりしたのが、ウォンツが多すぎるってことです。ウォンツっていうのは薬局なんですけど、赤いんですよ、あのお店の色、赤と緑の感じの色だから目立つんですね。で街中にもうびっくりする量のウォンツがあちこちにあって、もうびっくりした。長崎にはないから、一体何者なんだと思って、お母さんとね、初めて広島に来て、あそこにもあるよ、またあるよって、路面電車からずっと、いやあそこにもウォンツがある、ここにもウォンツがある、びっくりしましたね。そう、ツルハグループです。楽天カードが貯まります。楽天ポイントが貯まる。詳しいですね。ドラモリ知ってる、知ってるよ。ドラモリ、ドラモリはもうこっちにないからとても悲しいです。ドラッグストア森、私の地元にもあるドラモリっていうね、あのなんかリンゴのマークの、リンゴに顔がついてるマークのお店があるんだけど、しょっちゅうガラポン抽選会があって、私のお家は毎回ティッシュが出ます、ハズレです。いつも白い玉が出てきて外れだから、あのティッシュがね、ドラ盛りの柄のティッシュが実家に大量にあります。なかなか減りません。そう、もっとなんか旅行とか家電とか当てたいのに毎回ティッシュです。あれコツあるんですか、このガラガラ回すやつって、どうやって当たってるんですか。あれ当たったことないよね。篠原くん、カーネーションありがとう。60代独身さん、ありがとう。カーネーションありがとう。トシさん、ラブレターありがとう。ちゃんがら、ちゃんがら、ちゃんがら、ちゃんがらの景品ってさ、今何ですか、何がもらえるんですか今って。ツーショット、ツーショット権利、チェキ、どうやって調べたらいいの。 STU ちゃんがら、ちゃんがら、ちゃんがら、ほう、ああれじゃん、今ステッカーもらえるよね、ちゃんがらってね、ステッカーみたいなシールもらえません、メンバーのサイン入りチェキ。そう、サイン入りチェキね、
そう書いてるんですけど、私のサイン入りチェキ誰がゲットしてるんだろうっていつも疑問なの。誰かの手元に本当に届いていますか？報告してくださいね、当たったら。ちゃんがらちゃんがらサインしてるよ、あれ直筆だよ。ちゃんがらのチェキ直筆サインよ。サインありバージョンとなしバージョンがありますね。これや、ん、あ、これえ、ステッカーってこれさ、ちゃんがらの景品とかじゃなくなの？これです、これです、私が言ったステッカー、これこれもサインあるやつがありますね。ほう、そうよ、サインありとなしとあるよ。明日の香川の物販は、あ、香川愛媛の物販は、あ、ある、あ、なるほどね、これでね、ほうほうほう、このステッカー、去年のツアーの衣装のステッカーで撮った写真。研究生は県別衣装ですね、これあじゅみ研究生の頃に撮ったからってことだと思います。今はもう正規メンバーだけど。香川、おお、会場ごとに異なるご当地デザイン、香川、紫、愛媛、オレンジです。おお、こんな感じらしい。エンジェルロード、うわー、エンジェルロード、なんか去年高崎彩子でバスツアーしたいねって話が、去年一昨年ぐらいかな、バスツアーとかやりたいねって、ファンの方とどっか行くイベントとかやりたいよねみたいな話してた時に、もうパンちゃんとサーヤもだったかな、エンジェルロード行きたい、エンジェルロードに行ってみんなで手をつないで歩きたいみたいな言っとったのよ。でそれで、そうで、バスツアーがやりたいねって言って、もう1年ぐらい経ってから決まったんですよ。できるかもみたいなのがずっとあって、1年後ぐらいにバスツアー決定しましたみたいななって、どこですかって言ったら富士急だった富士急でした。そうエンジェルロードか同盟系、富士急でしたね全然違いました。そうなのよ、え、行ってみたい、エンジェルロード。私もひめは、お、しまなみ海道道具温泉とか書いてますね。タオル、今治だね、これ坊ちゃん列車とか書いてる。グッズは7周年ツアーグッズですね。パセリはここの写真に使ってもらってます。こういうなんかグッズのお知らせが出るときに自分の顔あるかなってすぐ探すんですけど、今回のパセリはこちら、ボーン、アクスタのところのサンプル画像でございました。うちわも売ってます。うちわはあかりんさんとヤンゴロウの写真が使われていますが、私のもあります。とっても可愛い色味のうちわでございます。他はタオルもあります。メッセージ付き、メンバーの手書きメッセージ付き。リコちゃんのはハッピー侍がいます。ハッピー侍って言います、この子は。ステッカーももらえるらしいです。でも明日お出迎えもあるけん、グッズ並びすぎとったらお出迎えに間に合わないと帰るんかな、ね、昼公演終わってグッズ並んどったら夜公演のお出迎えがとかなるんかな、どんな感じなんだろうか。お出迎えちゃうよ、ようこそ、いらっしゃい、いらっしゃい、
初めてです私お出迎え。どんな感じなんだろう、ね、私たちはお出迎えはするけどお見送りはみんなにしてもらいます。お見送りはみんながする立場なのでよろしくお願いします。見送ってください。スマホ忘れずに撮影できるやつなのでスマホ忘れない行動ね、大事です。おもてなし、おもてなし、懐かしい。ぷっぱ、スマホを忘れないことよ。あとは身分証。メロンのあそこさんハートありがとう。持ち肌さんハート。キムさんカーネーションありがとう。わ、私全然読めてなかった。カッターさんありがとう。カーネーションありがとう。メロンのあそこさんカーネーション。持ち肌さんだるま。ひげメガネさんレインボースター。しんいちさん紅茶。マゼーラさんハートギフト。カードの人にしさんまさかさんハート。しんいちさんタコありがとう。やすおくんカーネーション。しょうさんだるま。まさかさんだるま。しんいちさんカーネーションありがとうございます。カードリさんレインボースターありがとうございます。ありがとう。あ、充電も気をつけて。うん、モバイルバッテリーね。うん、通路問題そうなんだよね。でもちゃんとあの通路の通路から遠いよって方のとこもちゃんと見るからパセリーって呼んでください。あの昨日ラジオでメンバーさんの牛尾さんと山口さんがあのコール、いつもお笑いのライブではそういう名前を呼んでもらうコールとかがないから恋ラジの時にこの前のフラワーステージ、フラワーフラーフェスティバルの恋ラジステージの時に名前呼んでもらえてすごく嬉しかったって言ってました。あのいつも聞く歓声と全然違ったって言ってました。いつもはなんかどんな感じなのか分かんないんだけどあのもう低い声って言ってました。うわーみたいな。そう、放送中に自己紹介、当日の自己紹介の音声をみんなで聞いてたんですけどラジオブースで、でさ自己紹介した後ってさパセリーとか言うじゃないですか。でこれ何って言ってるのみたいな言われて何て言ってるのって言われたから、あこれニックネーム言ってますパセリーとか言うなよなとかそのメンバーのニックネーム言ってるんですって言ったら、おお本当だって、おおって言ってんのかと思ったって言ってました。もうみんなの声がいろんな声が集まりすぎて、おおって言ってるかと思ったって。そう、普段聞かないからって言ってました。そう、珍しいって。でも私ももうなんかコールがあるとやっぱり嬉しい気持ちになるのでたくさん呼んでもらえたらとっても嬉しいです。研究生の頃とかあの僕隊始まったばかりの頃はコールの差とかをすごい感じてて、そう、あー私の隊員とか全然私の名前ないみたいなめっちゃ気にしとったけど、もう今たくさんの方が呼んでくださってパセリというニックネームがこう知ってもらえてるのがとても嬉しいです。なのでこれからもあの喉を潰さないように呼んでくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。喉を大事にね、喉は第一優先です。喉と体調と第一優先で。いつもありがとうございます。本当にあの喉はあの水にあのペットボトル、こういうペットボトル、これポン酢じゃないです、水ね、水にあの龍角酸を入れたらいいみたいなのを聞きました、うん、聞いたのでちょっと私も明日やろうと思ってます。ちょっとこれに入れたらダメですよ。
多分体調崩すと思う、これ飲んだら。塩分取りすぎちゃって。そう、溶かしとくといいそうです。なんかみちゅさんがやってたらしくって。そうで、あやぱんもこの前卒業公演の日やってて、いろんなメンバーがやってるの見たことがあって、聞いたら大体みんなみちゅさんがやってたからって言ってる。みんなみちゅさんって言って、やっぱみちゅさん舞台さ、歌ったりとか喋ったりとかたくさんあるから、そういう方がやってるやつみんな真似してね。試してみる明日。まだないんよ、やったこと。いつも飴を舐めてます。本番の始まる前とか昼と夜の合間とか飴舐めてるんだけど、水に溶かした方がなんかすぐ効くよみたいな聞いたので、ちょっと試してみようと思ってね。ちょっと結果は分かりません。トシさんハートありがとう。 Z さんお疲れありがとう。メタボさんペンライト。ベニちゃんカーネーションありがとう。しんいちさんだるまありがとう。でもお断りです。おみかんさんだるまありがとう。愛媛雨っぽい。本当？ちょっと私天気予報全然分かってない。雨なの？そうなの？雨なんですか？ちょっと見る。愛媛県天気予報。マジけー。え、めっちゃまずいって。ほんと？嘘、まずいの？苦い？え、明日ドキドキなんだけど、そんな。ちょっと今天気予報見てみてるよ。松山市？明日は晴れって書いとる。明後日のこと教えてくれない。内緒らしい。なんで教えてくれないんだ、秘密なの。あ、出てきた。あ、本当や、雨です。ありがとうございます、教えてくれて。日曜日は雨時々曇りだそうです。気温、最高気温20度、最低気温19度、降水量50ミリって書いとる。雨だって愛媛日曜日。香川は明日は晴れか。明日は晴れで、明後日が曇り。曇りじゃない、雨。いやだ、僕は雨が嫌いだ。なんでかっていうと靴下が濡れるから。あと髪の毛がボサボサになるから。あと荷物が傘とかで増えたり、なんか人の声が聞こえづらかったり、雨の音で寒くて風邪ひいたりするからだ。うわ、日曜の広島は大雨みたいだね。そうなの？え、わかる？何ミリって言われても私もわかんない。どんぐらいなのって思う。50ミリでもやばいよね、絶対。50ミリ結構じゃない？誰か受け止めてください。私たちの頭上でこうやって大きいたらいみたいなの持って受け止めてください。困ります、そんな振られちゃう。嘘、広島雨なの？広島天気予報検索。はあ、来週、来週広島来週晴れって書いてある。でも日曜日、今週の日曜日愛媛にいる日は80ミリって書いてる。え、結構降るってことなのでは。うん、どうしてですか。
結構降るのでは、相当降るのではやめてください。なんで、マジどうしてなの。10ミリでいわゆるザーザー降り。あ、そうなの。じゃあもう50とか80は相当では。松山城行って道後温泉入って観光満喫します。雨らしいから気をつけてね。気をつけるんよ。いいですか、傘忘れずに、靴下の替えも忘れずに。はあ、うん、お腹ずっと鳴ってます広島から松山に雨宿りしよう。あ、確かに広島よりは降水量少ないけど愛媛の方が。でも雨から雨の場所に雨宿りっていうか。でもぜひお待ちしています。気をつけてきてください、本当に。じゃあ私あれで行かなきゃ、レインシューズで行かなきゃってこと。でも出歩かないよ。え、でもそうだよね、もしかしたら移動の途中でコンビニとか行くかもだし。そうだよね、ホテルとか泊まるときコンビニ行くかもだし、レインシューズがいいのかな。はあ、そうだよね、会場ついて入り口までちょっと屋根がないとこがあるかもだし、じゃあレインシューズがいいか。高松着いたよ、先越されている。もうお店は開いてないですか、この時間は。早いですね。わー、待っててすぐ行くよ。明日向かいます。じゃあどっちが早く着くか勝負だね。私も向かうからね、今日は荷造り頑張るからね。ほう、明日は福岡で推しの卒業公演。え、明日HKT さん、え、HKT さんのコンサートさ、びっくりした。見ましたか皆さん。あの最初愛知のツイートが流れてきて、であとスクランブルエッグ編集長さんのツイートが流れてきて、えってなってびっくりして、ギャルだったの全員ギャル。え、もうギャルメイクとかじゃなく服装も髪型もめっちゃギャルだったんですよ。で秋吉さんの格好が一番ギャルだった。そう、昼公演がみんなギャルギャルで、夜で7期生お披露目だったんですよ。で画像流れてきてびっくりしました。そう、超ギャル。あ、まつげとかなんかメイクとかも平成みたいなイエイイエイみたいな感じのやつだった。私もスクランブルエッグ編集長さんのツイートめっちゃ流れてくる。もうそれで情報を見ている。そう、秋吉さんだけギャル男だったのそう、写真いっぱい出てくるから見てみてください。え、何調べようとしたか忘れちゃった。ホームズ君を選ぶあたりセンスあるこれですか。これいただいたんですよ、この前。なんか飾ってます、配信の彩りを添えてもらってます。でもなんかツッコミしてるように見える、なんでやねん。シナモンが突っ込まれとる。愛媛、お腹が鳴っていますレッスン終わりなので見逃してくださいね。
この後食べますよ、ちゃんと。この後何を食べるかっていうと、今日はまだゼロアイスなのでアイスも1個食べます。でも1個です、今日。あとはもう食べたくて食べたくて仕方がなくて、煮物食べたかったんですよ。煮物食べたいと思ったけどスーパーに煮物なかったから、でも作る気力もないし、煮作りしなきゃだし、明日も朝やし、ああもうどうしようって時に目があった野菜店を買いました。野菜店、あの練り物コーナーにある野菜店を買いました。野菜店、マチャルさんお断りです。断り、カーネーションありがとう。カーネーション今思い出した、母の日のプレゼントどうしよう、どうする、結局決まらんかった。この前あの母の日用に買ったけど、ちょっと見せよう、ね、めっちゃお腹鳴る、みんなに見せます。よいしょよいしょ、これこれをね、母の日でお母さんにあげようと思って買ったんですよ。これ何かっていうと、ちょっとタグつけたままなんですけど、まだあの通帳とか入れるやつ、めっちゃでかいの。どんぐらいでかいかっていうと、例えるものがなんかいいのないか、ボールペンと比べたらこんぐらい大きくて、割り箸と比べるとこんぐらい、割り箸ぐらいのサイズ、ポン酢ぐらい、ポン酢より大きいぐらいの結構大きめなあのケースをね、お母さんいっぱいいろんな通帳とかさ、印鑑とか、あと何ですかね、お薬手帳とか、なんかそういうのを整理したいかなと思って買ってみたんですけど、そうだからさ、思ったよりお母さんが持ってる量を想像した時に思ったより入らなそうな気がして、自分で使っちゃって、今自分のやつを入れてるんですよ。あのね、何を入れてるかっていうと、ショールームでいただいた31のギフト券とかもここにちょっと一旦収納してて、今31のギフト券富豪なの私。もういっぱいね、31ギフト券大量に、今これ無期限なんですね、だから大事に使いたくてこうやって収納してるんですけど、そう、すぐなくなっちゃうのでいつもここに隠してるんですよ。そうなの、とかあのおばあちゃんとかからもらったお年玉の袋とかを保管してて、ここにね、そういろいろね、お薬手帳とか、このお薬手帳早くなくしたくて、まだいっぱいページがあるの、早くこのお薬手帳を使い切ってプリキュアのお薬手帳が欲しくてお薬手帳プリキュアかサンリオのを狙ってるんですけど、なかなかなくならないんです。これもう令和1年から使ってる、多分親知らずを抜いた時かな、親知らず抜いた時か矯正の時かなんかで歯医者さんでもらったお薬のお薬手帳なんですけど、そう全然減らないんですよ、あんま病院に行かないからね、全然使ってなくて、早くプリキュアが欲しいです、可愛くしたい。そう、途中でなんか悔しいから途中で変えた、使い切る、多分あと5年6年とか経たないと埋まらない気がします。最近は皮膚科の塗り薬とかのやつが皮膚科関連のシールがいっぱい貼られてますね。お薬手帳アプリとかでできますよね、 LINE とかでもできるよね、なんて便利なんですか。私がプリキュアの薬手帳をゲットする前にもうアプリに移行しちゃうじゃん、みんなね。ゼットさん、アフタヌーンティークマありがとうございます。いいよね、アプリとかの方が忘れずに済むし便利だし見返しやすいし、でもどうしてもプリキュアかサンリオが欲しくて
私はエステに入る前から狙ってるんですよ。そう。あ、ね、マイナンバー病院とかの入り口で書いてある、保険証もしくはマイナンバーをご提示ください。ね、紙、いやでも紙はいいよ。だってチケットとかもさ、私紙チケットが好きです。いまだにあの HKT さんの劇場のチケットとかを大事に保管してます。あと握手会とかの、全国握手会のあの分かりますかやつみたいなとか、コンサートのなんかローソンとかで印刷するようなやつ、セブンとか行ってこういう細長のこんぐらいの半券みたいなやつ、いまだに大事にしてます。どうですかみんな、紙チケがいい？でも便利なのはやっぱネットだよね。ネットだよね。記念にやんのこれ ね。多分その電子チケットだけど記念に残るっていうのをあの大事にしたい人向けのグッズが STU が出してるあのカンプリさんのやつですね。カンプリさんコラボのチケットは多分そういう思い出を残したいよって人向けですね。ねえ、スケオさん、だるまありがとう。わあ、チケットホルダー私も持ってた。チケットホルダーさ、なんか裏と表に入れれるタイプの AKB さんの公式グッズのやつ使ってました。それに前側に生写真入れて、後ろになんかちょっと小銭入れみたいなのついてたやつ、頑丈なデニム生地みたいなやつ使ってました。どこに行ったんだろう私。私さ、キャリーバッグの中にグッズを全部入れてるんですよ。 AKB さんの実家にあるやつと広島にあるやつは全部キャリーバッグとか、もう収納する場所が本当にこの家なさすぎて、キャリーバッグが一番本当に綺麗に保管される場所だから、もう大事にするために入れてるんですけど、一気にまとめて HKT さんのあのガムのボトルとか、 STU のあの500円のお水のペットボトルとかそういうのも私はもう捨てずに残しちゃうタイプで、とかそういうのを保管する場所がなかなかなくて、今キャリーバッグ収納してます。全部大事に、もうパンパンです。そう、パンパン、うちわとか、そうタオルとか、マフラータオルとか、いろいろありすぎる。あとクリアファイル、ねえクリアファイルさ、たまりすぎてる、もったいなくて使えないよ。アイスボックスの蓋は私のお母さんが実家でもう集めてますね。私の実家の冷蔵庫の横のとこに大量のもう束に、こんぐらいの束になってるアイスボックスのあの蓋、このぐらいの薄さじゃないですか、でもこんぐらいの束になってるんですよ。もう大量に溜まってます。多分遺伝ですね、こういう大事にしちゃうのはね、残しちゃう。あとお店とかでなんかさ、ワンダとか野菜ジュースとかの、わかる、申し込みできるやつのハガキの切り取りのこっち側のメンバーの顔とか写ってるようなやつもう全部ファイリングして実家にあるんだけど、実家が引っ越ししたから今段ボールの中にこの前ね、帰省した時に私の AKB さんのグッズはどこにあるんだろうと思ってこう見に行ったら段ボールの中にまだね置いてあった。そう、引っ越しする時もちゃんとテレビ電話つないでもらって、いやそのグッズは残しておいてほしいとか、これはもう名残惜しいけどちょっともう
さすがにバイバイだとか言って。テレビ電話便利ですね、便利便利。ワンダはカンカンだけ集めてました。だからカンカンもまだある。しかもさ、当時まだ中学生とかそんぐらいだから、中学生高校生ぐらいだからコーヒーも飲めないから、あのコーヒーをお母さんとか飲んでもらってカンカンだけ集めてました。段ボールにいっぱい詰めてる。いつか開封しなければいけません。グッズみんなも収納してるのかな、飾ってくれてますか。おみかんさん、タコありがとう。もうグッズ、あと私はなんか漫画倉庫とか行って、AKB さんのグッズとかのなんか長崎では買えないやつを中古とかで、中学生とかの時にうわーって。もう当時、今みたいにさ、ネットとかがそんなに広まってない時だから、ネットショップとかもさそんなにグッズなくてさ、そう、わーって天国だった。生写真とか、かいちゃんありがとう、カーネーションありがとう、こんばんは。闇開封もある。あのね、なんか AKB さんのマウスと、なんかそのマウスの下に敷くシートみたいなで、メンバーの顔が乗ってて、こう角度を変えると変わるみたいな感じの、マウスパッドみたいなやつをずっと持ってる。え、公式だと思う多分。うん、公式チーム K さんのやつを持ってる、緑色のやつ。そう、大事にずっと持ってます。もういっぱいある、収納が足りないよ。みんなどう収納しているんですか。断捨離とかするんですか。お別れしないでね。おみかんさん、タコありがとう。グッズの量、他のメンバーに負けない自信ある。うん、いちごちゃんには負けそう。あかりんさんもいっぱい持ってるじゃないですか。いちごちゃんとかあかりんさんには負けそうね。保管方法が難しい。うっかりあんこさん、お断りです。かずさん、カーネーションありがとう。ハートもありがとう。飾ってます、ありがとう、飾ってくれてありがとう。荷物部屋になってる。うわー、最高だ。そんなもう、なん、キングさん、ハートありがとう。いや CD、 私も CD ね、 CD、 え、だからその実家が引っ越しをするって時にテレビ電話で、あのお母さんがこうやって押し入れとか開けて、段ボール一個一個開けて、これ何が入ってるよみたいな、テレビ電話で見せてくれた時も、その CD、 大量の CD が入ってる段ボールがいつ開けられるかヒヤヒヤしてました。やばい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 、この段ボールはもしや大量の CD が入ってる思ってドキドキしてたね。あと私ポスター CD とか買った時についてくるさ、ポスターとかも大量に眠らせてて、段ボールの中に、縦長の段ボールとかに、あとゆきりんさん の、 あの1月から12月までのなんかね、何の衣装なんだろう、何の衣装か分かんないけど、なんかフェスティバル系の衣装を着てるゆきりんさんのカレンダーとかを、もったいなくて一枚もめくれないままずっと持ってるんですよ。もったいない、本当に。カレンダー、カレンダーとか使ってますか。あの信濃空葉さんのおじいちゃんの家で
私のカレンダーを飾ってくださったらしくて、少し前に去年かな、 STU の自分で選べるカレンダーが出たんですよ。去年の秋ぐらいかな。卓上とあと壁掛けのやつで自分で写真をセレクトできるみたいなのがあって、でそれで私とソラハさんのツーショットを選んでくださったらしくて、4月のシナのソラハさんのおじいちゃんの家のカレンダーが2人が抱き合ってる写真だったらしくて、もう気まずい、恥ずかしい。でもね、5月になった瞬間速攻変えられたらしい。ちょうど帰省しててその時で、その4月30の夜に電話しとったよ、テレビ電話で見てみたいな、パッちゃんみたいな紹介されて、あー本当やって言って、次の日はもうすぐ朝起きたら変わっとったらしい。もう5月になるからちゃんとね、偉いですよね。カレンダーとか買い忘れるじゃんね。もう朝から変わってたらしい。でも写真撮るために一旦戻してくれたそうです。なんて優しいの。私のおばあちゃん家とかさ、あの仏壇に飾ってあるカレンダー、もうずっといつ行っても何ヶ月前とかなの。毎回行くたびに過去のカレンダーが飾ってあるんですよね。ね、買い忘れちゃう。そういうなんかリビングとかにあったら買えるけどさ、いっぱい家のいろんなとこにあるとさ忘れちゃうよね。ね、あと歯ブラシもみんなちゃんと定期的に変えなきゃよ。カレンダーと歯ブラシ。ね、あとは何ですかね。あとは、定期的にシーツとかを洗うことです。あとは何ですかね。定期的にやること。お掃除。枕カバーは毎日取り替えている。あとは何ですか。上司。上司を変えたい。その悩みは解決できないな。あ、車のオイル交換。車ね、私はもうなんかヘアオイルとかをつけるじゃないですか、あとクリームとか塗るから寝返りとか打って、そうだから枕カバーは変えないと。ちょっとね、肌が荒れちゃう。人生を変えたい。もういつでもチャンスはあるよ。人生を変えるチャンス。パセリへの愛は変えられないけどね。かっこイケボやん、そんな。ありがとう。とても嬉しい。ずっと愛つよつよの思うもでお願いします。なんかさ、私さ歯医者とか行くたびになんかね、頭蓋骨の形が変だなと思って、でこの前ネットでなんかたまたま流れてきたやつ見たら、寝るときにこっちばっかりで寝てると頭蓋骨の形が偏りが出ますみたいに出てきて、はあ、それかもしれないって。ちっちゃい頃、子供の頃って頭蓋骨がさ柔らかいからなんか癖がつきやすいって言ってヘルメット矯正みたいなしてる人いるじゃないですか。で私はそんなの知らずに育ったからさ、なんかいやでもメイクさんとかに頭の形綺麗だよって言ってもらえるんですけど、左右差がある気がして。そう、左右差あるんですよ。でその歯医者とかエパーマとか行くときにこう寝っ転がるじゃないですか、椅子に。その時にね、正面を向けないんですよ、綺麗に。なんかちょっとこっち向きになったり、ちょっとこっち向きになったりして、なんか正面をね向かないんだよね。
みんなはどうですか？そういう経験ない？なんかね、なんかちょっとずれてんなーと思うんですよね。寝るときはいつもこの赤ちゃんの胎児の眠り方です。こう丸まって寝ちゃう。え、ない？あ、同じ？考えたことなかった？でも顔も私左右差がすごいから、なんかそのやっぱ骨の形っていろんなところに影響を与えるんやなと思って、噛み合わせも違うし、なんかこっちばっかり噛んじゃうんですよね、ご飯食べるとき。だから最近意識してこっちでも噛んでるんだけど、こっちでねいっぱい噛んじゃう。気づいたらこっちにご飯が全部いってるんだよね。なんかわかんないんだけど、ね、均等にやっぱこうやって寝るしかないのかな。寝るときは利き腕、あー確かに、どうなんだろう、関係あるのかな。うーん、あ、カバン、そう、私の高校の時のお友達もあの姉妹でいつもリュックサックだったんですよ。あの学校してのバッグがあったんだけど、リュックにもできるし、紐の通し方次第でリュックにもできるし、こう肩掛けにもできるみたいなやつだったんだけど、その姉妹はいつもこうやってリュックだったんですね。で理由を聞いたら、なんかお母さんからそうやって言われたらしくて、片方にするとこう歪むから両方に、両肩にちゃんと均等に重みを預けることによって姿勢が良くなるみたいなことをお母さんに言われたって言ってて、ほうね、考えたこともなかった。しかもそれ聞いた後、え、確かにって思ったものの全然やってない。いつもこのこういう片方のバッグとかでいっちゃうね。ウーバーの配達、確かにリュックや、ね、やってないです。情報は得たけど実践はしていません。ポストさん、カーネーションありがとう。分かってはいるんだけどね、やらないですね。バッグは右に持つことが多いです。肩にかけるときもこっちからかけることが多くて、多分私右肩への負担が大きいんですよね。バッグもこうやって持ってるし、こうやってかけてるし、スーパーとかで買い物した服も右に持つんですよ。重くてもう絶対右、まあ、本当に重すぎてやばいときは途中で左に変えるんだけど、でも全部右で持っちゃうんだよね。良くないんだろうなと思うけど、もうなんか落ち着かなくて、こっちにしないと、そう、違和感がある。そうなの。でもさ、私さ、あのエコバッグとか空っぽな状態でスーパーに行く途中のエコバッグとかこうやって持ってる時、気づいたらあの地面に落としたことがあって、ちゃんとこうやって持たないといけない。最近はこういうコンパクトに畳んで持ってってるんですけど、前にね一回ねエコバッグをお店に着いたらエコバッグが手元になくて、あれみたいな、持ってきたのいないと思って帰り道見たら落っことしてました。やばいよね、ちゃんとしっかり持たないといけない。みんなも気をつけてください。あと帰省した時にもあった、同じようなことが。こんぐらいのエコバッグ折りたたんでポケット入れとったら落としてて気づかなくて、スーパー行って「あ、エコバッグがない」ってなって、「お気に入りのエコバッグがない」って帰り道に「あ、落ちてる」もう最悪すぎますよね。エコバッグの意味とは、スーパーで使うために買ったのに。エコバッグの意味、明日配信ないです。明日のツアーだよね。明日明後日配信なしです。なしだから、どんな髪型をしたかはカメ子さんのお写真かメンバーの
自撮りをご覧ください。ドキドキです。めっちゃ緊張する。明日めっちゃ緊張します。なんか出る曲が緊張するやつがあってドキドキする。ドキドキ。クロさんありがとう。カーネーションありがとう。頑張ってくる。明日来れない方もパワー送ってください。ドキドキ。もう15分やばい。もう15分。でももうお風呂に入らなきゃって思った。ちょっと、まだお風呂に入るやる気は起きてなくて、ちょっともうちょっと先延ばす。半までに気持ちの整理をお風呂頑張るぞって意気込みをちゃんと作って配信終わってお風呂を頑張るか。そうじゃん、荷造りもじゃん。忘れてた。荷造りしてない。明日このチーク持っていこうかな。昨日ショールームで塗ったチーク、このキラキラチーク。あ、手ついた。やばい、目最悪。手ついた。わ、今指がめっちゃ荒れてる。ほら、なんかここが爪でちょっとなんかゴリってなっちゃった。はあ、お風呂頑張るか。フィリップさんハート、カーネーション、モリモリさんだるま、ありがとう。ありがとうございます。マコバヤさんファイト、 G2 さんファイト、新一さんファイト、キングさんハート、ブルームーンさんありがとうカーネーション、クロさんありがとうカーネーション、ありがとう、ポストさんカーネーション、新一さんカーネーション、ヒゲメガネさんレインボースター、キョンシュさんカーネーション、花見川の白猫さんバラありがとう、アルディさんハートありがとう、ニャースさんカーネーション、ケンケンハート、おみかんさんありがとうカーネーション、ありがとう、ありがとうございます。荷造り悩んでる。あー、グッズ、そうだよね、グッズ持ってきてくださる方いつもありがとう。きっと移動中とかさ、うちわとかペンライトって意外とかさばったりするよね。ありがとう。パルムを食べました。うわー、わー、パルムの口になっちゃう。そんな、もう買ってきてくださいパルムかピノが食べたい口になった今。買ってください。ウーバーアイス。うわー、4時半起き。4時半起き、きゃー、そりゃ早い。ニャースさんカーネーションありがとう、ありがとう。あ、ペンライトの電池、そうだね、ペンライトの電池気をつけてくださいね。違うメンバーの色になっちゃったりしてる人結構いるのでね、気をつけて。リザ48さんカーネーションありがとう。パウチは持ってく。お、パウチは活用してくれてありがとう。うちは、私のうちは保管方法は、よいしょ、私のうちは保管方法はこのケースに入れてます。でもケースにね入れてるけど、これは多分汚れがつきにくくするためのケースだから、この何、折れ曲がりとかには弱いんですよね。どうしたらいいんだろうね。こうやってここに首から下げれる穴もある。まだゆきりんさんのは入れれてないんですよ。ゆきりんさんのも入れなきゃ。パセリはいます。そう、めっちゃ使ってる。ケース今ね4つ買ったんですけど、4つ買って今4つ入れてるんだけどね、4つ、4分の3永田しおりさんていうか、まだこのゆきりんさんと永田しおりさんの1個をまだ入れれてなくて、入れなければ、入れなければなりません。守らなくちゃ、保護しなくちゃ。
これはダイソーとかセリアとか100均に売ってます。このケース頑丈にしたいね。大丈夫。でもこのさ、私のお気に入りの、これ自分で買ったグッズなんですけど自分で買った自分のグッズさ、お気に入りなんですよ、この衣装と写りが。でもこれもうお気に入りすぎて、なんかいろんなところで見せびらかしとったら、もう折れ曲がってて、見えるここ折れ曲がっちゃって、色とか剥げちゃってめっちゃ悲しい。ミニサイズでめっちゃいいの、こうやってあぐと音が鳴る。ボヨン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 。裏はこんな。本当にこの衣装お気に入りなんですよね。飾ってます今は本棚に。飾り中。おいしょ。おいしょ。ああ。よいしょ。じゃん。愛媛トリップ。これ持ってこうかな。みんなに紹介しなくちゃ。でも愛媛の日雨らしいから、ちょっとこれはおすすめできません。サイクリング1ページ目に出てくるサイクリングはちょっとツアーの日雨らしいので、登山も書いてるけどちょっと無理かも。なめとこ渓谷キャニオングってやつ、このなんかこれ水でなんかするやつ。もうちょっと雨の日は危ないので、ジップラインもちょっとね、この1ページ目は晴れてる日にぜひ。わー涼しそうな雲、うん、絶対に何か愛媛のグルメを食べたい、そして香川のグルメも食べ、土産を買いたい。実家に帰る予定今のところないけど、お母さんにあげるお土産を買いたいと思っていますお母さん用のお土産をゲットしたいです。絶対に絶対に。食べたいグルメは鯛めしです。宇和島鯛めしを食べたいと思っています。よろしくお願いします。一六タルトは広島でも買えるので、広島で買おうと思います坊ちゃん団子とかもね、広島のスーパーとかで買えるから、実家に帰るときに買います。ちょっと期限がね、賞味期限があるので、実家用にはまた広島で買おうかなと思っています。実家にあげるやつをいっぱいゲットしたい。そう、なんでもあるよね今って。本当に、あ、みかん食べたい。みかんでも今時期じゃない。みかんと、あ、今の時期は、今はね5月6月だから、あ、ありますね、清見とか、清見から、これはなんて読むんだろう、なんて読むんだ、なんて読むか調べよう。今の時期のみかんもありました。見て、このみかんの、この1年のみかんのなんていうのやつありました。なんて読むのこれは、これの読み方は河内晩柑。河内晩柑は初夏から夏にかけて収穫できる黄色くて大きな柑橘です。見た目や大きさはグレープフルーツに似ていますが、グレープフルーツのような苦味は少なく、さっぱりとした甘みのある品種です。だって生産量があんまり多くないんだって、まだだからそんなに知られてないと書いてあります。ほうほう、河内晩柑、
気になる。カウチバンカンは種、もともと種が入っている品種ですって書いてある。ほい。バンカン。こういうの見るの好きなんですよね。品種の表みたいなやつ。カウチバンカン。みかん。なんか美味しそうなの載ってます。見てください。パセが好きそうなこの高さがある食べ物好きなんだよね。なんか冷たいものが入ってる高さのある食べ物とっても好きで、パフェって言うんですけど、めっちゃ好きです。これ絶対に美味しい。パフェ、わー、もうこの人間界おいしいものいっぱい。困っちゃう、困ります。本当に非常に。陽平さんありがとう。パフェ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 。みかんのガチャガチャ、え、みかんが出てくるの？みかんのガチャガチャやりたい。パフェってパーフェクトない？フランス語、え、パフェ、じゃあ私もニックネームパフェにしようかな。パーフェクトアイドル。セとかもう終わったんかな。カラマンダリン、え、カラマンダリンも美味しいやつやん。カンペ好きだけど、カンペ2月だって。うん、何だったっけ。セとか、セとかは2月3月らしいです。温州みかんは10月から3月らしいです。うん、早く寒くなって、寒くなってほしくはないけど、冬が来てみかんをいっぱい食べたいね。うん、今の時期は5月はお祭り。今はね、富士とツツジと勝負の時期みたいですよ。お花らしいですよ。こういうのいいね。あ、なんかモデルコースとかあってめっちゃいい。わ、温泉入りたいですね。絶対入る時間ないよ。楽しそう。早く行きたい。観光旅行行くの早く行くよ。本当はツアー前に行って紹介とかしたかったけど、ちょっと間に合わなかったんです。だけども絶対に行きます。絶対に絶対に行きます。やる気？お風呂のうん、起きてないけど、そろ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 お時間ですよね。ねえ、お時間ですよね。気持ちの整理。え、これはフェリー乗り場でもらいました。君は何を後悔するのかの MV 撮影で、私は岡山県担当だったんですけど、愛媛止まりだったんですよ。愛媛に泊まってマイキューさんの撮影をして、そこから香川に行ってあかりんさんの撮影をして、そこから岡山に移動して沖さんと私の撮影をして、広島に帰ってきて広島で撮影っていう MV スケジュールだったので、そう、愛媛に行ったんですね。その時にフェリー乗り場でもらいました。そう、フェリー乗り場でいただきました。そうなの。だから朝から晩までみんな一緒でした。 MV12時ぐらい、夜の12時過ぎぐらいまで、ずっと朝の5時ぐらいからずっと一緒にいました。懐かしい。楽しかったよ、フェリー。うわー、みんなも
多分これ新しくなってると思うから、ちょっとゲットしてみてください。どっかにあると思います。置いてある気がする。ちょっと今日も口が回っていません。もうなんか最近口が回りません。お時間、うん、お時間なの。それじゃあ夜ご飯を食べてお風呂頑張りたいと思います。頑張りますよ。ありがとう、はがしはがしありがとうございます。みんな終わったんですか、お風呂。お風呂済み？お風呂まだ？まだ？これから仲間なの？ありがとう。あ、済み？まだ？終わったよん。終わったの？はあ、住んでるの？はあ。一緒に入ろう。やだよ。やだよ。でも同じ時間に入ってるってことですよね。なんか気まずい。なんかさ、地球上、この広い地球上で見たらもう混浴みたいなもんじゃないですか。ちょっと気まずい。蛇口から出てる水、もともとは多分どっかで流れていた、一緒に流れていた水がこうやって各家庭に蛇口からこう配属されてね。ああ、変なこと喋っちゃった。最後に忘れてください。全部忘れてください。終わろう。意味がわからんこと言い始めだから疲れが出てますね。これはアイスを食べなくちゃ。荷造りファイト忘れてた。ねえ、荷造りのこと忘れてたよ。関さんハートありがとう。ねえ、忘れてた。完全に頑張ります。応援しといて。じゃあみんなが先にお風呂入っといてください。私が荷造りするからね。え、わーん。それじゃあみんなおやすみなさい。あ、急になんか突き放しちゃったかも。ギリさんアイスありがとう。マロさんハートありがとう。壇上読んでバイバイしよう。みんなにこれ以上変な発言とかしたら大変だから、ありがとう。じゃあ行くよ。行きますよ。13位カメさん、12位スプマンテさん、11位イモケンピさん、10位トニさん、9位しんいちさん、8位、ね、このタイプで8数える人見たことないかも。8位ヒゲメガネさん、7位おみかんさん、6位メタボさん、5位クアドリさん、4位カズノシンさん、3位ゼットさん、2位阿部寛さん、1位 G2 さん、ありがとうございます。ありがとうございました。おやつをもぐもぐしてるところです。わ、いいね。仲間に入れてください。私も、頑張るね。荷造り見てくれてありがとう。お話し会再販受付中です。よろしくお願いします。幕張新章です。ツーショット残りわずかとなっております。ありがとうございます。大阪のサイン会は完売いたしましたので、もしサインゲットしたいという方はチェキ会の方でお待ちしております。チェキ会の受付はあさって12日日曜日23時59分までです。よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。明日香川、会える方は香川で、愛媛で会える方は愛媛で、香川愛媛じゃなくてまたいつか会おうの方はまたいつかどこかで。おやすみなさい。またおはようメールで会いましょう。もうメール送らない時間だった。またおはようメールで。
おやすみなさい。またね。